3月17日まで中央図書館郷土資料調査室で企画展日記が語る台東区10花見の日記が開催されています。この催しは2023年に没後200年を迎えた太田南畝の花見の日記など花に関わる作品から台東区の部分を抜き出し南畝と花見について浮世絵などで詳しく展示しています。花を探してみたら実はその一番多かったのが寛永寺の桜でした。今の上野公園の桜でいろんなところで桜を見て踊ったりとかお酒を飲んだりとか庶民的な花見の仕方がわかる浮世絵がたくさんあります。現代の方は卒業式とか成人式に振袖を着るっていうその程度かと思うんですが、江戸時代の人は花見の時期に小袖をわざわざ仕立ててお母さんとか習い事のお師匠さんとかと一緒に上野の山に桜を見に行きました。この仕立てたものは花見小袖と言われて人とちょっと違うっていうのがやはり若い子にとって嬉しかったようです。桜以外にもいろんな朝顔とか、ボタンとかいろいろあるんですけれども、今ここでは不忍池の蓮とそれから藤井についてこうパネルで紹介しております。不忍池の蓮はかなり有名で、江戸時代にはもっと品種も多いものがあったんですが、明治時代になってもこの蓮を見るために人々が訪れて、ちょうどその見れるところに上野西洋軒ができて、そこに人々が集まって、で暑くないように藤棚でこう影を作ったりして腰掛けて見えるように、西洋の人のためにもこう花見の、いろいろな環境が揃っていったっていうのが分かる浮世絵となっております。特に有名な桜として秋色桜、秋の色と書いて秋色桜っていうのがありました。でそれは江戸時代の秋色という方が俳句を読んで、その俳句がまあ有名なので秋色の桜ということで秋色桜として有名になりました。花を見て句を読むというそういう文学的な花見の仕方っていうのが行われた。他にも区内の花の名所を描いた和本や浮世絵を展示しています。ぜひこの機会に華やかな花見の世界をご堪能ください。